劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。全ては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来たる五蜀との戦いに万全の態勢で臨むために。合肥はたびたび呉の侵攻を受けておりますが、早急殿の差配でこれをことごとく退けております。呉軍の士気は下がり、こちらへの投降者も相次いでいるとのことです。分裂は父の挙兵時から戦場をかけてきた。そう簡単に負けはすまい。我が君。大事ない、風邪をひいただけだ。しかし、たっとい恩見なればご無理を。中達、内政の整備は急務だ。休んでいる暇などない。官室の鉄を踏むわけにはいかんからな。長公、蜀の様子はどうだ。蜀は南中を平定し、国内も安定していますね。こちらが隙を見せればすぐにでも攻めてくるでしょう。ですが、国内が安定しているのはこちらも同じ。蜀には付け入る隙など見つけられないでしょう。ふん、ならばあと14年は攻めてこられまいな。だがこちらも14年も奴らを野放しにはできん。早く奴らを滅ぼす算段をつけねばな。陛下、今は蜀よりも呉を警戒すべきでしょう。新たに大都督となった陸遜は周瑜呂蒙に劣らない英才であるようです。ふん、そちらは14年もじっとしてはいないか。ならば中達よ、急ぎ受春に迎え、呉の動きを見極め、私に報告するのだ。では早速受春に向かうとするか。その件なのですが、芝居殿、気になる噂を耳にしました。何でも早急殿が呉の交渉周邦と共に石庭を攻めようとしているとか。何？周邦は早急殿に7通もの手紙を送っただけでなく、目の前で髪を切り泣いてみせたそうです。己の心に偽りないことを示そうとしたのでしょう。早急殿は周邦のその振る舞いに同情し、彼の投降を入れたと聞きました。あの御仁は人が良いからな。いや、人が良いというか素直すぎるのだが。はは、全くおっしゃる通り。芝居殿、この話少々引っかかりませんか。石庭は伏兵を置きやすい地勢、深入りすれば敵に囲まれる可能性もあります。もし周邦の投降が策であるならば。確かに周邦の態度も怪しい。七通も手紙をよこし髪を切っただと。あまりにも念入りで芝居臭さすら感じるわ。まあいい、
我らは当初の予定通り十春へ向かう。ここで気をもんでいても始まらん。詳しい状況は現地で判断するとしよう。よかった、早急殿、ご無事で何よりです。救援感謝する。だが俺は皆に合わす顔がない。俺は愚かにも周法に騙され味方を窮地に陥れてしまった。早急殿、そう気に病まれることはありません。狡猾にも敵があなたのお人柄につけ込んだ。ただそれだけのことです。しかり。そしてまだ戦は終わってはござらぬ。今はただ多くの味方を救い呪春を守り抜かん。万長殿、上皇殿、感謝する。悔やんで足を止めるわけにはいかない。俺はただ敵中にかけこの危機を打開するだけだ。周法を信じてしまったのは俺の不明だからこそ、リクソンを倒し皆の信頼を取り戻す。すでに勝敗は決した。武器を捨て投降せよ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。これこそ地獄の道。ここで引いても偽装投降は成功している。義軍本陣は間もなく陥落するはず。感服捕まつった。トップの神髄。
しっ、追い詰められた者の強さか。ここは引くしかあるまい。敵将超俊愛が華麗に打ち取りました。すごいな、さすがだ。これこそ地獄の誰も守っていないのか。ならば俺たちが面倒を見よう。美しい、これ以上無茶できないわ。せっかく優勢だったのに、ごめんなさいね。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。ああ、死ぬ気で守ろうか。これがいわゆる修羅場ってやつさ。進軍せよ。惑わずひたすらにかける。敵さんも必死ってことかい。ここは解散しときますか。なんとか窮地は脱せたようだ。思惑が外れて敵はさぞ悔しいことだろう。実に美しい勝利ですね。五軍の勢い、燃え盛る炎のよう。うっかり城から出れば焼き尽くされそうね。宝庫の憂いなく城攻めができています。後方との連携がうまくいっているからですね。そちらに反撃の機会など与えません。呪春は孫悟が制圧します。いざ華麗に。イクソン様、占領した拠点より援軍が到着しました。嬉しい知らせですね。これで味方の戦意も上がるでしょう。いや、美しい優勢がこうも覆されるとは、私の慢心が招いた結果です。よし、我が軍の勝利だ。おめえ返上できたのは皆のおかげだ。敵将超俊愛が華麗に打ち取りました。皆のおかげで呪春を守ることはできた。だがあまりに多くの兵を失ってしまった。俺は洛陽に帰り、士官殿から処罰を賜らなければならない。早急殿。洛陽より伝令、陛下が崩御されたとのことです。何だと、士官殿が。そんな、芝居殿、一体どうすれば。義弟崩御の報が伝われば、呉も蜀も矛先をこちらへと向けるであろう。その前に対策を講じねばならん。万長殿、呉への備えは任せてよろしいか。ええ、もちろん。すぐに味方を立て直し、防衛線を引き直しましょう。俺も呪春を支持する。きっと士官殿もそれを望んでおられるはずだ。他の者は蜀に対する防備に回れ。
地球超安へと向かうのだ。父上、お待ちしておりました。兵馬の準備はすでに整っております。帝は先帝宗妃殿のご遺言に従い、父上に直に対する戦線の指揮を一任されるそうです。で、父上、これからどうするんです？全軍に鉄郎山へ向かうよう伝えよ。ついに諸君がこちらへと軍を向け劉備の死からここまで思いのほか早かったですね。この動き、周到にして緻密な準備あってこそよ。失礼、これは芝居殿。慶州喪失後、諸君はすぐさま呉と名を回復し、さらには南方を威武している。すべてがこの北進への布石、そしてすべてが諸葛亮一人の差配によるものよ。なんと、ではこの度の軍も諸葛亮が。芝居殿、どこか嬉しそうですね。希代の使者と謳われる諸葛亮と対するのだ。地を磨ききた者として、これがたぎらずにいられるか。来るがいい諸葛亮、葬儀に芝忠達の地ありと胸に刻みつけてやる。公房将軍が南安で窮地に陥っている。早く助けに行かねば。だが救援すればこちらが手薄になる。ここを敵に奪われたら俺たちの責任になるぞ。落ち着け、お前たちがうろたえたところで何も始まらぬわ。誰か状況を説明せよ。申し上げます。諸軍は祁山、天刀山、外邸に軍を展開しました。現在南安にて夏侯房将軍が諸葛亮を率いる諸軍本隊と交戦中。しかしながら苦戦を強いられている模様です。夏侯房殿じゃ諸葛亮の相手はきついって。すぐに助けに行かないと。諸葛亮め、愛路を利用し他方面から攻めることで数の不利を埋めようというのか。外邸の首相は諸葛亮の弟子の馬謖です。外邸近くの山頂に布陣したとの報が入っています。外邸の麓ではなく
山頂になんて野暮な。いえ、こちらにとってはまさに行幸と言えますね。海底の山頂は水の確保もできない地勢。麓を押さえれば陣など簡単に干上がります。それで海底は悠々と取り戻せるでしょう。諸軍が天灯山にも兵力を割いているのは長安と我が軍の前線を分断するためか。はい、おそらく用地である山の南側には有力な将を配していると警戒すべきです。うん、よくわかった。お前、名は？は、今日白薬と申します。ほう、なるほど。お前が噂の天水の麒麟寺か。他方面に軍を進めてはいるが、諸葛亮の狙いはただ一つ、長安よ。奴は長安侵攻の用地となる外邸と天水の確保に注力してくるだろう。脅威、お前は故郷を死守するがいい。はっ、承知しました。さて、出陣だな。死、将よ、我が一族として無様を晒すことなく戦うのだ。諸葛亮を討ち、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。諸葛亮は天水にいるみたいだ。脅威だけじゃきついだろう。助けないと。させてもらうよ。こいつが馬長と一緒にいた男。いいわ、あの男の元に送ってあげる。来て、いいところに連れて行ってあげる。できたぜ。まあいいよ、私の気力。
存分に味わわせてやる。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。あの地、美しい。あの地、少し気になる。制圧に向かおう。皆の手本となるお働き、素晴らしゅうございますね。伝統山を守るは官位一族か。彼らを退け、他の地を制える。あれは趙雲。息子たちよ、何とかしろ。天下に名高い職匠趙雲、勝負できれば相手したくなかったけどな。奴を撃てば職軍の士気は落ちる。ここで息の根を止めれば。私の進軍もここまでだ。今は引くとしよう。さあ、助かりました。我らは帝軍山まで引いて立て直します。勝利ですね。いやはや、惚れ惚れします。勝利しそうです。あなたが天領なのです。美しいです。今は切り持ち、今の職人全部です。
私をバカにしているのか。一先で惑わそうとしてもそうはいかぬ。諸葛亮相手に持ちこたえたな。ああ、加工派殿。おい、脅威？虎の空だな。なんだ、もう少し嬉しそうにしとけよ。芝居殿、諸軍を追撃しなくてもよろしいのですか？諸葛亮はあの脅威を引き込んだようだ。なんと忌々しいが、もはや我が軍の陣容は敵に筒抜けよう。今追えば必ずや通撃を受けるであろう。ならばここは潔く兵を引いた方がいい。それに我々には少しの間喪に服す期間が必要だろう。芝居殿、承知しました。兵たちには楽陽に帰還するよう命じましょう。漢中方面の守備には引き続き私が当たります。ここには花高円将軍が残した兵も多くいますので。では失礼。あまりに早すぎました。あなたの御世があと数年続けば、天下は乱世の先へと進めたであろうもの。長江は諸葛亮の策を華麗に破った。だが蜀は必ずまた魏に侵攻してくる。長江は慢心せず漢中の守備を固めた。その脳裏にはいつも漢中に散った美しき将軍の姿がある。彼の意志をなすべく長江は今日も練兵に励む。将軍、ご覧になっていますか。あなたから受け継いだ軍団はさらなる進化を遂げています。さあ美麗に優雅に。長江殿の連兵、なんと激しい。この一糸乱れぬ動きこそが華麗な行使を可能にするのです。わかりましたね。はい。私もでは、磨きをかけた究極の美、ご覧に入れましょう。